こんにちは。なんだこいつら。一緒に家へ行くのに。道あんの？道あるけど通れないな。どんな場所だったっけ？3×3 だ。ああ、エレベーター。何されてます？あれがあると止められるのかな、キャラクターを。くっつかないでくれ。なんで剣が2つもあるんだろうな。ああ、そういうことね。
移動させたいんだよな。ああ、めんどくせえ。ああ、そこで固定できないの？そこで固定できないのか。そうか。てか、なんか、あ？なんか違う、読みが外れてる。この剣を取ることって俺できるんですか？下に出す？でも下に紫いると、うどうせ動けへんのやろ？この縦のラインにあいつを固定するってことをやりたいんだけど、あそこに岩があるから、うん、あ、いや、いいのか。紫色の固定がいても、あれでもここで固定できないんじゃない？これ動かないわけでしょ。あの紫色をどこに置こうな。ここに置いて紫もあるよねみたいな。これはテクいな。ここ面白いね。この発想になるのは面白い。何するんだろう。3人止めんのかな。これどうやって上にできるか。いまだにこの紫色の物体の使用法をちゃんと理解できてないのがやばいな。鍵をずっと持って。鍵消えちゃった。激しいパズルになっても良かった気がする。これなんだっけ？羊狩りか。俺はどっかで使うんだろうな。ここで使えるんだ。
う、一応変えたい。俺が一旦ハサミ戻そう。あ、できた。あ、ここの上行けるか。ハサミは置いてかなくていいのか。どうせか。なるほど。面白いね。これなんだっけ。いい顔、いい顔だね。クレイジーなもの見た時の顔だ。赤い、そこまで行く？すごいね。彼らが悪ともあんまり思ってないけど。地形置くのかな、これ。地形なのかな、これ。なんだろう、なんですか。ああ、連続空間とみなせるのか。ああ、面白い。あ、面白いね。壁なのに有用なんですね、こいつ。これは面白い。こういうパーツを持ってきなさいよって多分言ってんだけど、どこで使うんだろう。これを持ってこうできるね。おー、なんかあ、どうなってんの。積んだけど、この方状態でこっちを持つ。じゃあ、この状態左を持つってできないのか。じゃあ、あれなんか、このパーツをそこにはめるのが多分適切なんだろう。この でかいやつ持ってくる意味なかったな。こうなるのいいけど。通れない。打ちかますって何？あ、そういうこと？パーツを取りたい気はする。
わあ、ここのギミックすげえな、面白いな。置く場所が必要か。あれ？なんかパズルパート飛ばしちゃった気がするけど。これなんだっけ？なんだそれ。こいつ何なんだ。まだ短い、まだ短いのかな。ちょっと やることはよく分かんない。ああ、勢いつけろってことか。どうだろうね。永遠の命っていうのは選択肢として俺はありだと思っちゃうから、あんまり主人公にこう納得できないな。あとその結果害をに撒き散らしてるのが良くないっていうことなんだろうけど。悟空みたい、怖い。なんかこの首の人たちはいいの？唯一お助け、助けマン、マジで今回の私のゲームでは本当に役立たなかったね。なんかリスをなんかしてみてはいかがでしょうかみたいな、なんかそういうヒントもくれてもよかった気がするな。アリが行きたい場所があるのではとかだな。なんかそういう細かな実績も含めて教えてほしかったよな、お助けマン。全部終わりましたって言われちゃった。はい。本当に終わりかな。その後ね。お助けマン。お助けマンやばい。ツボだな、お助けは。何もしない。
俺が求めていることを何もしてくれなかったということで、まあストーリーはちょっとチャランポランな感じでね、ハートもそうなんですけど、なんかこのすっとんきょうな感じがいいわね。旅先に変な人がいて、なんか解決したんかしてないかよくわからない感じで次に進むみたいな。前もなんだっけ、カールトのさ、火山ハウスみたいなところ、なんか火山噴火して帰りましたみたいな変な終わり方してなかったっけ。まあええやろ。ということで、あ、そうじゃん、こいつがでかい猫に会いたがってたっていうのはなんか実績要素とかではないのかな。普通に今会えてたからよかったけど。あ、日本版のロゴはアニさんなんだ。そうなんだ。ファンタビジョンとかの人だよね。はい、ゲーム性は誰でもできるみたいな感じのゲームというにはちょっと難しい。プレイテスター、さっきアランさんいたよな、ウィリアムさん、ザッハさん、ジョセフさん、ポールさん、あーやべ、追いつかない、パトリックさんなど、うん、なんとなくパズルコミュニティの人たちも参加してるよね。パズルはそのギミックとしては面白いなって思うものがいくつもあったんだけど、ちょっと触り、それをちょっと触ってみましたぐらいで終わってくるのが もったいないというか、ちょうどいいというのか、ここの辺はもっと難しいのも作れるよねって感じも、終わっちゃった本当に終わっちゃった、するんですけど、あのぐらいで収めてるのが良かったね。なんか僕はチャレンジパズルをもっと増やして、うん、あのなんかヘビのステージとか、本当にヘビのステージとかさ、オラウータンは合わせましょうとかさ、一回しか使わなかったもんね、あのネタ。なんかもったいないよな。それもそれで割り切っててすごいけど、まあ、だからずっと楽しかったっていうのもあるか。なるほど、確かにな。その、ダンジョンの中になるとさ、こう、あんまり、なんだろうな、こう、ステージが進んでいっても、やってることが根本的に変わっていないみたいなものも、いくつかあったので、そうなるぐらいだったら、もう一発使って終わりぐらいの割り切り方の方がちょうどいいのかもしれないですね。モンスターを剣で刺すっていうのがこうずーっと続いてるじゃないですか。その辺が、最後の水晶のところもそうだよね。最後の水晶の、あの水晶を向こう側に置く、壁のあっちとこっちで水晶が効かないからあの場所に配置できるよねっていう、あの辺はなんかこう視点が一個切り替わる感じでとても面白かったんだけど、そこまでがやってることがずーっとモンスターの数増やしましたとか、地形ちょっと難しくしましたみたいな感じで、本質的には変わってないなみたいなものがあるのが、うん、あるなという感じでしたね。一回できたらやっぱできちゃう。実績はね、36個中の29個で、取ってない実績を読み上げたりすると、メロディーを見つける、これはあそこかな、あの3個の音階を作る場所で 何か指定した音階を入れるというのがあったのかもしれない。そして花を切る、これはよくわからんな。ハサミを持ってたの、羊のエリアで花を切るみたいなことが多分できるんだろうね。そして鳥をすべて追い去る、なるほど。変な人を見つける、リスを、あ、やっぱそうだよ、リスを蜘蛛の巣に捕らえるがやっぱあるんだ。で、あと、カモに餌を与える。なるほどね。この辺は本当にあるやね。あの、お遊び要素。だね。コンプリートしようとしたら、これってチャプター選択とかできないタイプのゲームだよな。だからコンプリートしようねって思っ
ったら頭からやり直すしかないので、なかなか、いやー、お助けマンの力が欲しかったな、この辺は。チャプター選択しても問題ないタイプのゲームだと思うから、これは。その辺が今後のアップデートとかで増えるといいですね。うん。ということで、楽しかったです。日本語に関しても文句ないよね。ちゃんと日本語版で遊べて。なぜか妙にひらがなになってる場所があるみたいな。気になりはしたけど、まあ全然いいと思います。もう一つのスライダーっていうゲームも配信で一回やったっきりだから続きはやりたいなと思って、あっちはね英語だからね。日本語パッチ来ないかな。とにかくお疲れ様でした。アレンジャーでした。